皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、ドラム教則本著者が教えるドラム教則本の使い方というねテーマでね、動画を配信させていただきたいなと思います。まあ、僕ね、実は何を隠そう、去年ね、アルファノートさんよりドラムの教則本2冊出版させていただきましてですね、ドラム練習パッド、フレーズレシピ、ドラムスティックコントロール、口ドラムでリズム風に強くなる、ボステップ上達法615というね、まあ、この2冊の教則本をまあ出版させていただいたんですが、ね、出版記念イベントをやらせてもらったりとか、まあ、あのダイレクトメールでね、相談を受けたりするんですが、まあ、教則本買ってもどういう風に使っていいかわからへんとかね、活用の仕方がわからないとか、まあ、いろんな相談を受けたりとかするんですが、この、まあ、2冊の教則本、まあ、に限らずですけどね、あのいろんな教則本とかね、レッスン動画とかいろいろあると思うんですが、まあ、こんな風に使っていただいたら、まあ、効率のいい使い方ができますよというね、お話をさせていただきたいなと思います。で、まずね、あのよくある誤解、まあ、これではなかなか効率のいい練習ができないんじゃないかなっていう使い方っていうのを、まずはね、ちょっと紹介させてもらうと、一番最初からこれね、順番に進めないといけないとね、思い込んでる人は結構多いと思うんですよね。で、まあこれね、学校の教科書がそうだったからなのかもしれないんですが、一番最初からこう順番に進めて、このページをクリアできないと、次のページに行ってはいけないみたいなね。まあなんかそういうルールを自分なりに作って、まあやっちゃうという人は多かったりするんですが、なんかね、そうなると、このページができない間に、モチベーションがね、どんどん下がっちゃって、今日はもうやめとこうっていうことにつながるんで、この順番に読み進めていくっていうやり方は、まあ実はね、あんまり効率のいいやり方ではないんじゃないかなと思います。じゃあどういう風にね使っていったらいいかっていうお話なんですが、本を開く前に自分の中で目標を作ってみてください。まあ、例えば左手がね動かしにくいとか、タウン回しがうまいこといかへん、アップダウンがね、アップダウンできるようになりたいとか、まあ、ダブルストロークができるようになりたい、ルーディメンツの、まあ、パラディドルがねもっと早く叩けるようになりたいとか、スピードを上げたいとか、まあ、なんかいろいろあると思うんですが、なんかまずそういう、まあ、何でもいいんで目標を作ってもらって、で、その目標に沿ったね、ページを開いて練習をしてもらうっていうのが、まあ、一番ね、この、教則本に限らず、まあ、どんな本でもそうだと思うんですが、効率のいい使い方だと思うんですよね。自分の目標に到達するための手段が書かれてあるページを開く。だから順番に読み進めていくと、今の自分に特に必要にないこと、まで、無駄にやっちゃうことにもなるんで、自分の目標に必要なね、ページを選んでもらって、で、その技術が書かれた、そのノウハウが書かれたところを、重点的にというかね、練習をしていけるといいんじゃないかなと思います。じゃあその重点的にね、こう集中してやるために、一体どのページを見たらいいのかっていう話なんですが、これもうどの本でもそうです。もうどの本でもそうなんですが、目次を見てください。なぜかというと、本を作るときに、一番最初に作るのが、目次なんですよ。目次をまずはしっかりと組み立てて、で、そこの項目に沿って書いていくんですよね。だから、目次には著者のね、頭の中が詰め込まれてるんですよ。だから、目次をしっかりと見てもらって、で、まあ、自分のね、こう目標に沿ったページを目次の中から選んでみて、で、そこ開いて、あ、これ自分にやってそうやなと思ったら練習をしてみると。なんかそういう感じでやってみてください。じゃあ練習をしましたと。練習をしたら、一体じゃあ次のステップとしてはどうするかというと、もうこれはアウトプットですよね。例えば、フィルの引き出しを増やしたいと。で、このドラム教則本、まあ、ドラム練習パッドフレーズレシピで言うと、まあ、この練習パッドフレーズ以外にも、まあ、ドラムのフレーズ、まあ、例えばたくさん書かれてるんで、まあ、フィルを増やしたい。じゃあ、あの、フィルの、増やすページはどこやと。で、こう見たときに、あ、この40ページね、こう、タンタカを使ったバリエーションっていうのが書かれてあるとしたら、じゃあ、このタンタカを使ったバリエーションのページを開くと、開いてもらって、で、いろいろ書かれてあるんですよね。このタンタカを使った、フィルのものがいろいろ書かれてあるんで、で、まあ、この、あ、これ譜面読めへんわと思う人は、もうこの QR コード見てもらったら、僕が叩いてるね、模範演奏が見れるという、まあ、本になってるんですが、まあ、このページを例えば練習したとなったら、まあ、それを自分の中だけで終わらさずに、例えばそのセッションにいた時にちょっと使ってみるとか、バンド練習でちょっと使ってみる、Twitter で動画を、まあ、出してみるとかね、なんかそんな感じでアウトプットしてみるっていうことが非常に大事なんですよ。だから自分が取り入れてインプットしたものを、アウトプットする作業。これで、これを繰り返すことによって、自分の知識となりね、あの技術となって、自分のものになっていくんで、インプットするだけで終わってしまうと、すぐにね、忘れてしまうんですよ。人間の体って。だから、インプットしたものをアウトプットするっていう癖をつけておくと、まあ自分のね、このさっきのタンタカを使ったバリエーションも、まあ、自分の技としてちゃんと身につけられるようになっていくと思うので、まあアウトプットする。まあこれ、どの本でもそうですけどね。例えば、マーケティングのね、本をこう買って勉強したってなったら、そのマーケティング
の本についての、まあ、ブログを書いてみるとか、こうレッスン動画、まあ、そのマーケティングの、まあ、解説動画を出してみるとか、こう自分なりに消化してアウトプットするっていうことが、まあ、自分のね、あの技術とか知識につながっていくと思うんで、まあ、そんな感じでぜひね、使ってみるといいのかなと思います。まずはこうやって本をね、開いて順番にやるんじゃなくて、まずは目標を作ってもらうと。目標を作ってもらって、例えば左手を動かしたいとか、アップダウンを速くしたいとか、まあスピードを上げたいとか、まあなんかそういう目標を作ってもらって、で、その目標に沿ったページを開くために、まあ目次を見て、まあ本の全体像を把握するというね、ことは大事になっています。そして、全体像を把握して目標の、ページを見つけたら、まあそこで練習をするとね、インプットして、で、ある程度インプットしたらアウトプットすると。自分がこう練習したものを、例えばセッションで使ってみたりとか、バンドでやってみたりとか、ライブでやってみたりとかして、できるだけね、こうアウトプットする環境を作るということが大事になってきます。ドラム教則本にね、限らず、まあ、ありとあらゆる本、まあ、本棚にね、眠ってる人も多いと思うんですが、改めてちょっと自分の中で目標を作ってもらって、で、そして、まあ、今まで読んだ本も、また開いてみると、今まで違ったね、見方ができることもあると思いますし、まあ、この教則本もね、まあ、ドラム初心者の時に、開いてみてたのが、まあ、ある程度、こう、10年後見たら、もっと違った見方ができるかもしれないんで、まあ、そんな感じで、まあ、このドラム教則本に限らず、まあ、本はね、活用していってもらえたらなと思います。はい、そんな感じで、本日もありがとうございました。さよなら。